ちょっとお邪魔します、ごめんなさい、蹴らないでくださいね。これ、先輩何ですか、またまた何か書いてるでしょ、何ですか、何ですか先輩。あ、いいや、とりあえず上がってから読みます。福袋2019星子様10期確定、希望、希望を希望的に加速ね。なるほど、ナポレオン出なかったからねしかも入ってない、何消えてるんですか。すみません、ちょっとお散歩中なんですけども、撮影ちょっと近い、あの、はい、料金のサーバットさんと、はい、上上がっていいですよ、はい、大丈夫です。で、誰がいいかな、また物色し始めましょう。今回は今回、触った、ほら、剣、ほら、突きつけられてるよ、ほら、触ったでしょ、めっちゃ手癖悪いですから、ね、ロビンさんだったら大丈夫だよ、でも、近づけてくれるかもしれないね、ロビンさん、優しいな、ロビンさん、優しい、はい、じゃあ先輩、ロビンさんにしましょう、はい、先輩真ん中で、ロビンさん真ん中の隣に入って、あ、いや、違う、マシューさんがいいんですけど、ちょっとね、さっきもね、危なかったからね、ちょっとイエローカード気味なんでね、はい、後ろ向いた時にね、ちょっと危険なことをするんで、はい、じゃあ、はい、写真だけ撮って散歩行きましょう、すいません、お散歩だけ書きます。なぜそうなるの、なぜあと3期のサバと無視、意味が分かんない。あ、なあ、まあ、はいねと、はいねと、後ろから気をつけなさいね、手見てるからね先輩手見てるからね、やってないじゃない、こっちの方たちの写真撮ってね、俺たちはもう触った瞬間切って構わない、スパッスパッ、宮本さんも頭ごと言っちゃった、頭ごとおとなしくしなさいって言います、おとなしくしなさいって言います、ごめんなさいで、土下座ボードで座ってなさい、座っててください、はい、ちょっとね、お散歩時間で撮影家になっちゃうので、はい、そんな感じで結構です、はい、じゃあ、サバトさん、剣抜いて勝ったみたいな感じで、はい、じゃあ近づけといてください、オルタさんも、はい、そんな感じで、はい、そんな感じです。で、正面向いてもらって、はいちょうど涙流してるし、はい、いいです、いい感じです、はい、ロビさんなんか言ってますけど、無視しちゃっていいです気許すと全部来ちゃう、はい、わかりました、終わったら写真撮影いきます。じゃあ写真お願いします、正面です、はい、お散歩でウェルカムで入ってきただけなので、この後先輩出ちゃいます。ご存知の通り、触ると爆死しますなので、お散歩中は覚悟がある方は触ってください、覚悟がない方は触らないでください、はい、うちはスタッフ全員爆死しました、これ本当の話です、スタッフ全員20連ずつ彼女に全部触ります、はい、じゃあ、そのまま、左側かな、左側向いてもらって、はい、サバトさんたちも、じゃあそっちじゃねえ後ろ、気持ち悪いだから、お時間だ、ほら、剣出しちゃってくるから、あ、もうね、オルタさん、剣抜いといた方がいいよ、悪さするから、そう、はい、失礼しましたと、はい、じゃあもう、行けってサーバーの速命令される先輩レイジ張ってるので命令される先輩、やばい、なんか触る、だから入って帰りなさい、ごめんなさい、じゃあお散歩行きます、そのままスタッフさんあちら側に、はい、連れて行ってください、向こう行ってください、はい、行きます、だから物販を選んでね、お客さんの物販を持ってくのやめてくださいそれやめましょう本当に捕まりますからね、お客さんの見かけたら物販だけ手が、物販を手を出すのやめなさいって、はい、すいません、お散歩中で割り込んで申し訳ございませんでした、はい、ありがとうございました。で、こちらのヨキノサバトさんの撮影会は終了ということになりますので、はい、ヨキノサバトさんありがとうございました、大きな拍手ありがとうございます、はい、じゃあこちらの方で、はい、入ってもらって大丈夫です、先輩
先輩、行ってください、行ってください、先輩。